セナル新加入のスターリングがエースナンバーへ。公式発表前ですが、トランスファーマークと見るとラヒーム・スターリングのアーセナルでの背番号は10のようです。スターリング、1年だけだし10番でも別にいいかな、それでやる気出すならあり。スターリング10番ってかなりプレッシャーになりそうやけど大丈夫なんか？スターリング10番は成功したらユニめちゃくちゃ売れるし、失敗したら下で次の10番が際立つから個人的にはありなんよな。1年だけの希少価値もあるし。ドライローンだから来季いなくなる可能性は大だし、本人がこれでパフォーマンス良くなるなら10でも別に良いかなって個人的には思ってる。スターリングの背番号がなかなか発表されないってことは10か14なんだろ？ガチでふざけるなよ。スターリング嫌いじゃないけど10番はちょっとって思ってしまう。でも17空いてないしな。どうなるんだろう。別に背番号でサッカーするわけじゃないから、スターリングは何番でもいい結果で示してくれ。活躍しなかったら10番の価値とんでもないことになるけどな。死ぬ気で結果残しに行くだろうし期待できそう。